農村で女子高生と父親の遺体が見つかってます。報道もされてません。事故死で片付けられた昔の事件を記事にすんだよ。遺族に頼まれたんですか？いや。だったら別のものにしてください。男が目撃されてるんですよ。でも証拠がなくて釈放になってます。お帰りなさい。藤間くんが帰ってきとったです。会ったことはないな。体温を感じると自分が失いそうになったら手羽握るとです。先生が教えてくれました。近くにいたんなら紗友子を救ってほしかった。事件のことを知った気分なら私たちが必要なのは藤間さんじゃなか。志田は紗友子の言葉殺したかもしれんから。人の中にはいろんなものが入り込んでくるけん、すぐに自分ば失うとです。